スマート地下実験室室長の井戸沼です。今回は10代20代に人気の音楽アプリ NANA を紹介します。 NANA とはスマホを使って歌や楽器演奏を録音投稿できる音楽アプリケーションです。アプリ上で他のユーザーが投稿したトラックに重ね撮りもできて、世界中の人とコミュニケーションが取れるとのことですが、実態はどうなんでしょうか。音源のアップロード方法や使い方、楽しみ方も含めて早速試していきましょう。NANA にギター演奏をアップするために必要な機材を紹介します。今回はシンプルにギターアンプの前にスマホを置いて撮りましたが、自宅など音を出せない環境ではオーディオインターフェースやアンプシミュレーターを使って撮ってもいいと思います。まずはエレキギターを使って録音アップロードしてみたいと思います。その前に NANA ではどんな曲が人気があるんでしょうか。ちょっと見てみましょう。人気の曲、いろいろあるんですね。せっかくこうギターを弾くんであれば、 NANA のメインユーザーである20代女性に歌ってもらえると嬉しいですね。安室奈美恵さんの曲なんかはあるのかな。それでは曲を決めました。エレキギターを使って安室奈美恵さんのファイナリーという曲を、ロックアレンジで弾いてみたいと思います。ギターの録音が終わりました。停止ボタンをタップするとプレイバックの画面に移ります。ここでコーラスやエコーなどエフェクトをかけることができますので、ちょっと簡単に説明してみたいと思います。エコーだけでもスタジオ、ステージ、アリーナと3種類ありますね。他にもコーラスですとかフランジャー、あとは、ラジオボイスやモンスターなんていうエフェクターもありますね。こちらお好みのエフェクトの画面をタップしていただくと、そのエフェクトがかかると、さらにそのエフェクトのかかり具合もこちらで調整することができます。それでは実際にアップロードしてみましょう。まずは、曲名の入力からですね。今回はバージョンということなので、はい、それではざっと入力ができましたので、これで投稿してみたいと思います。続いてはアコースティックギターを使っての伴奏を録音アップロードしてみたいと思います。アコギの録音の場合はスマホのマイクで十分にいい音が取れると思うんですが、一つ注意してほしいのはこんな風に、音量が大きいとですね、ちょっと入力レベルが振り切れてしまいますので、こちらで原因の調整ができます。これをうまく調整していただければバッチリいい音が取れると思いますので、チャレンジしてみてください。それでは私は、安室奈美恵さんの曲を弾いてみたいと思います。
ースティックギターにはやはり軽くリバーブがあった方が聞きやすいかと思いますので、こちらからエコー3種類の中から好みのものを選びます。これでそのエコーの深さを調整します。このぐらいですかね。ではこれで投稿してみたいと思います。続いては他のユーザーさんがアップしたトラックにギターを重ねてみたいと思います。こうやって勝手にコラボできるところが、こちらのアプリの面白さですよね。じゃあどの曲を選ぶかちょっと見てみましょう。お、人気の曲がですね、さまざまなジャンルごとに、表示されています。たくさんありますね。メタルとか、リズム&ブルースなんていうのもありますね。お、津軽海峡冬景色。しかも津軽海峡冬景色だけでもかなりの方がアップしています。どの方とコラボしようかな。この曲だけでもこんなにたくさんあるんですね。ほんとどの方とコラボすればいいのか迷うぞ。お、ちょっとこのゆりさんという方どんな感じなのか聞いてみましょう。いい声してますね。ちょっとこの人に勝手にコラボしてみたいと思います。津軽海峡冬景色にギターを重ねさせていただきました。大変気持ちよく弾けたんですが、早速アップしてみますので皆さんに聴いていただきたいと思います。現在7ではドラマーの村石正幸さんが作成したトラックがアップされています。アプリ上でスーパードラマーの村石さんと一緒にセッションができるという企画なんですね。こんな絶好のチャンスを逃すわけにはいきませんので、ぜひ村石さんと一緒に演奏してみたいと思います。演奏が終わりましたけれども、なかなかいい演奏ができたんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいと思います。で、その演奏を聴いていただいて、ぜひぜひ皆さん自身の演奏もアップロードしてみてください。思った以上に簡単にアップロードができました。この曲や演奏を通じていろんな方とコミュニケーションを取れるということで、これは本当に楽しいツールですね。
今回の演奏に対して、NANA のメインユーザーである若い女性の方から一体どれだけの拍手やコラボをいただけるのか、非常に楽しみですね。それでは実際どのくらい反応があったのか見てみましょう。こちらのマイページに行くとですね、私がアップした曲に対して、どのくらいの再生回数があったのか、それから、拍手ですね、いわゆるいいねみたいなものだと思うんですけれども、それがどのくらいついているのかが一目でわかるようになっています。結構ですね、曲によっては反応いただけているように思いますね。これは嬉しいな。そして、7条でですね、お互いにフォローし合った方は、フレンドという形になるんですが、そのフレンドの中の、何名かがですね、私が弾いた曲に対して、実際に歌を入れてくださってますね。ちょっと聞いてみましょう。この方めちゃくちゃ歌うまいですね。こういった方とコラボできるっていうのは、これはすごく嬉しいですね。この方実はもう一曲入れてくださってるんで、そちらもちょっと聞いてみましょう。自分が弾いたものに対して誰かが反応してこうやって歌を入れてくれるっていうのは、こんなに嬉しいもんだとはちょっとやる前は思わなかったですね。本当に想像以上の嬉しさがあります。で、私が弾いた伴奏に対して歌じゃなくですね、さらに楽器を乗せてくれた方もいるようです。ちょっと聞いてみましょう。もうこれはもう完全バンドっぽいですね。本当に普通になんかセッションしてるみたいな感じです。こんなことができるんだっていう驚きと喜びがありますね。正直地下にはないコミュニケーションがここにはありました。